どうも、日出ずる国 TV のお時間です。今回は岸田政権が始まって以降の日本と台湾の関係性について、台湾有事に発展した場合、日本が台湾を守るのは台湾を愛してるからではないと台湾の学者が発言していたのを取り上げてみました。では早速その内容からご覧くださいませ。2021年9月30日、米カジメディア同英ニュースは、岸田政権発足後の日本について、中国との関係改善が難しく、台湾とより近い関係を築く状況は変わらないとする、台湾の専門家の見解を報じた。記事によると、台湾師範大学東アジア学部の林志燕さん主任は、自民党総裁選に勝利した岸田文雄氏がメディアに対し、外交・安全保障分野で民主主義を守り抜く覚悟、我が国の平和と安定を守り抜く覚悟、人類に貢献し国際社会を主導する覚悟という3つの覚悟を示したことに言及。その上で、海洋上の生命線という点で台湾は日本にとって非常に重要であり、台湾は民主主義陣営に属している。日本が台湾を防衛しようとするのは、日本が台湾を愛しているからではない。日本には親中派も親台派もおらず、親日派がいるだけだ。中国が統一されれば、日本の交通路線は随時寸断されることになる上、中国が台湾に武力行使すれば、勢いに乗じて日本の南西諸島や尖閣諸島などを占領する恐れもある。台湾有事は、すなわち、日本の有事と考えているのだと述べ、間もなく誕生する岸田政権について、台湾との友好関係をさらに深め、中国が武力で台湾に侵攻した場合には、日本は、当然、全力で駆けつけるだろうとし、米国との同盟の枠組みの下で中国と戦うことになるとの見解を示したという。また、台湾の国防安全研究員のワン・ゾンエン研究員も、日本の世論が新内閣について最も注目しているのは防衛・外交政策で、その次に財政政策、新型コロナ政策であるとした上で、岸田氏が外交と防衛を非常に重視するだろうと予測。外相時代にハト派と称され、軟弱な対中姿勢を批判されたことを意識し、総裁選期間中に人権問題専門の首相補佐官を置くことをアピールするなど、首相就任後も中国に対する強い姿勢を示す可能性が高いとの考えを示した。そして日中国交樹立50年にあたる来年に、習近平国家主席の訪日を期待する人もいるが、その実現は簡単ではないと評した。さらに、今後の日本の防衛政策については、防衛力の強化を継続して、南西諸島の防衛力配備強化を実施するはずだと予測し、岸田氏の執政期間の長短に関わらず、日中関係を近いうちに改善することは難しい。逆に、日台関係の見通しは、日本社会が台湾に友好的な姿勢を持っていることもあり、明るそうだと述べた。との内容です。確かに、台湾有事は日本の存立に直結するため、日本としても放ってはおけません。台湾と与那国島は110キロしか離れていないので、有事の際には、沖縄などが戦域になるのは、軍事的な常識とも言われています。実際、自衛隊経験のあるヒゲの隊長も、9月に開かれた、読売国際会議2021において、台湾有事は、日本有事とほぼイコールと発言しており、国内産の資源が限られる日本の経済面においても、8割を超える日本のタンカーや貨物船が、台湾海峡を必ず通過するとされており、台湾有事は日本の海上輸送にも直接的な影響があるため、決して人事ではありません。それに、台湾が陥落すれば、次は沖縄というのは誰の目から見ても明らかでしょう。そのことは、
中国側の行動からも読み取れます。というのも、中国空軍の情報収集機や対潜哨戒機が台湾周辺を飛行するのと同時に、日本の先島諸島の南側にも回り込み、自衛隊の軍事情報を収集していたというのです。2017から2018年は、先島諸島の150から180キロの付近まで接近していたのに対し、2021年には、なんと、防空ミサイルの射程内にも入る、60から70キロまで接近していたようです。ここまで接近すれば、電波情報を取得でき、配備されている部隊や兵器などの軍事情報もわかりますから、かなり対策を練っていることがわかります。実際、中国としても、対策が、手薄な台湾東部を攻めたいでしょうから、必然的に、先島諸島が目に入るはずです。さらに、ある日の中国機の航跡を見ると、台湾を3方向から囲い込むコースだったようで、日本の先島諸島が巻き込まれるのは間違いないでしょう。このようなことを考えると、日本が台湾有事に関与しないというのはありえません。台湾を日本の国益と見るか見ないか以前に、直接軍事的脅威に直面するわけですから、答えは明らかですよね。また、記事の通り、日本政府が自国を第一優先にするのは当たり前ですが、身体姿勢も捨ててはいないはずです。これから組閣する岸田内閣では、親台派である岸防衛大臣が留任し、さらには、親中がはびこっていた二階派の影響力が削がれているので、今後も台湾への支援は続けられることでしょう。岸田氏自身も、曽祖父が台湾で呉服店を開業していたというほどなので、親台政策を取ってくれるはずです。派閥の構想とリンクし、親中派と親台派が、党を二分していた時代はもう終わりかもしれませんね。一方、先日、立憲民主党の枝野氏は、台湾有事には個別的自衛権で対応する、などと発言していましたが、最近の情勢を踏まえると時代遅れ感は否めません。ついに始まった岸田政権も、重要なのは、これからの実際の行動ですから、ぜひとも、国民の期待に応えてほしいものです。では、今回の最後も、ネット上の声をご覧くださいませ。日本政府はそうかもしれませんが、国民は台湾や台湾人を愛している人が多いと思いますよ。外交において重要なのは友愛ではなく、真偽である。嘘をついたら負けである。中華人民共和国は、イギリスとの国際合意を破った。である以上、中華人民共和国の外交上の約束は、空手型である前提で相手国は対応する。常に否定から始まるわけだ。外交上の不利益は計り知れない。あなたたちの子供や孫の世代は、あなたたちの不義理を罵ることになる。国家100年の刑を誤ったのさ。学者さんが何を今更。言ってること、日本じゃ周知の事実。中共は、ナチスのごとく危険な国というのが今や常識。日本には、親中派も親台派もおらず、親日派がいるだけだ。当たり前じゃないか。どこの国でも自国が可愛いから、自国と考えが、同じ国に親しみを感じ、そうでない国を毛嫌いするだけだ。以上、もちろん台湾も好きですが、まずは自国優先なのは、どの国も同じだと思いますよ。